はい、インディーズバンドルームサンドリーダーコートボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、今回なんですけども、はいはいはい、ちょっと私ふと思ったのですが、うん、いろんなアーティストってまあいてますけども、うん、いろんなテレビでエピソードやるときに、うん、こんなに苦労しました、こんな大変でしたみたいな涙のエピソードみたいなのがあるんですけどね。あ、ようあるね。よう考えたらある日ってそれないよなっていう話なんですよ。あの苦労しましたエピソード的な、あのね、あテレビであんまり見たことがないんですよね。珍しい。本人たちもあんまりそういうエピソード言ってないんですよ。言うたらちょっとネガティブ的なエピソードってまあどのアーティストでも大体あって、はい、それをテレビで放送したりとか、うん、ラジオで言ったりとかあるんですけども、うん、アルフィーってそんなあったかなって今パッと考えると出てこない。まあなんでなんやろうなっていう、これ誰かなんかそういうの聞いたことありますかね、視聴者の皆さんね。苦労話だったりとか、苦労話とか、まあ苦労はしたら言ってましたけど、うん、そのなんか水道の水こなして飲んでポタポタ落ちる水道の水をって、あの桜井さんがラーメンおごってやるよって、ラーメンでも何でもおごってやるよって、ラーメンでも何でもってラーメンしかおごられへんって。でも彼らね、あのアルフィーさんってその貧乏時代も楽しんでるんですよね。そんなに貧乏やったのに、はいはいはい、でもみんなギター好きで集まってなんか部屋でこちょ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 遊んでたみたいな、そういうエピソードが多いんで、そういう苦労しましたとかあと涙のエピソードがあんまないんですよね、はいはい、それが不思議やなと思って、で大抵あるんですけどね、どのアーティストにもこんなになんかあるじゃないですか、そういう特集があって、うん、こんなに大変な思いしましたとか、実はこんなんでしたとか、うんうんうん、そういうエピソードは大体はあるんですけどね、うんうんうん、ある日は全くないっていう、全くないんかな、僕が見てないのかな。いやでも僕結構昔見てたんですけども、そういうエピソードを一回も聞いたことがないなっていう、まあ、みんなと平等にあるにしてもそれを、うん、マイナスに捉えてないから、そもそもそういう発言が出ないということがあるかもしれないですね。かもしれないです ね, ね、その持って生まれた性格、次男気質というかそれがあんまりそのマイナスなことあるのにマイナスやと思ってないっていう、まあでも普通に考えたら、うん、発売期中止になった曲とかもあったりとか、まあね、いろんなことあったと思うんですけどもね、普通に考えたらそれがマイナスに働く、まあ、心的にはマイナスになるはずなんですけども、全てがそれが笑い話になってるっていうのは面白いですね。まあ、うんうん、そのライブでもいろんなトラブルあったりとかね、はいはいはい、なんかセット燃えたとかもあったんかな、一回花火で、うわ、なんか誰か嗅いでたような気がします。いい、怖っ、うん、とか、まあ生もんなんで、ライブとか野外コンサートなんて特にもう生もんなんで、雨降ってきて電気が流れへんようになったとかもいろいろあるでしょうし、あでそういうこととかもあるんですけど、絶対そういうマイナスなエピソードが、生い立ちとかもあんまないですよね。生い立ちがこんな不幸でしたとかよくあるじゃないですか。ああ、よくよくある感じ、ね、ある日に関しては何にもそれ聞かないですね。だからこれなんかあんのかな、そういうのないんかな、ほんまにっていうのがあって、ちょっと僕ね、ふと考えて不思議に思ったんで動画にしようかなって思ったんですよね。これ視聴者の皆さん、なんかもしそういうエピソードがあったって言ったらね、あればね、教えていただきたいですけど、まあね、多分ないんちゃうからと思うんですよ。と思うので、なんか他のね、まあいろんなアーティストさんはいろんな特集をやってて、こんなに苦労しましたって、まあ僕は結構テレビで見てたんで、まあなんかその苦労したことを曲にしました的なこともよく聞くじゃないですか。もう言ってますよね。例えて言うなら、私がまあワンオクロック好きじゃないですか、うんうんうん、でボーカルのまあタカさんが、うん、まあお父さんがね、うんうん、あの森進一さんで、はい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 、すごい歌手だと、はい、でやっぱりこう厳しく育てられたっていう面もあったんで、うん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 、彼ねグレてるんですよね。ああそうやね。そうなんですよ。で高校行った時にやっぱりグレて中退してるんですよ。でジャニーズも辞めて、はい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 、ほんでまあ地下のねライブハウスとかで、はい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 、まあいろんなところで歌いながら回ってるところを、今のメンバー のギター弾いてる人、トールさんっていう人に、はいはいはい、人がおるわっていうので何回もアタック食らって、うんうんうん、で折れて、もう君の熱意にもう僕はもう折れましたと。でそれでワンオクロックに加入したっていう内容で、まあそういうエピソードがあるんですよ。でそれに対して
曲を作らはったんですよね、はいはいはい、僕はお父さんに縛られずにこう旅立っていくんだよ、あでもそういう風に旅立ったおかげで今があるんだよありがとうっていう内容で曲を作ってはるんですよ。あのちなみにですけど Nobody's Home っていう曲がその曲なんですけども、やっぱりそういった、まあ、言ってしまえば暗い話じゃないですか。親に反抗して家飛び出しましたみたいな。まあアルフィーの場合も曲はまあまあそういう曲ありますけどね、まあ、曲もあの多すぎて多すぎてね多すぎるからまあいろいろなんでしょうね、その実際にあったやつを曲にしてるのもあるでしょうけども、うんうんうん、まあ創作の部分も結構多いと思うんで、ただそのあそうですね、曲のエピソードは何やったかな、ロックだも風に吹かれてっていう曲がちょっと暗いめの曲であって、はいはい、それがちょっと誰々が死んだとかいうのが入ってくるけど、それぐらいかな。でテレビでのそういうエピソード公開では全く僕は聞いたことないんですよ、はい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 、こんな苦労しましたとか、うんうんうん、でも苦労はしてるはずなんですよ絶対的に、まあ、だって売れへんかった時間が10年ぐらいあったわけですから、うん、10年目ぐらいでやっとあのメリーアンでヒットして売れてるんで、はい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 、その間ずっと下積みでバックバンドとかやりながら、はいはい、でその時の話って苦労話というあれで聞いたことがないんですよね、うんうんうん、いつもなんかこんな桜井がこんなヘマをしてとか、うん、高見沢がこんなんやってとか、はいはいはい、冷蔵庫のなんかを取り合いして喧嘩したとか、そんなぐらいのことしか出てこないんですよね、うん、これでもあれでしょうね、多分原因としてはあの3人っていうのは大きいでしょうね。あーはい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 、まあ言うたら学生の頃から3人でずっとやってきて、うん、ずっと、ま、家族よりおるんですよ言うたら、まあ、そうですよね、うんうんうん、多分その中であの高見沢さんもよく言ってるんですけども、その3人でいれば苦労は3分の1で楽しさは3倍だみたいなことを言ってるんですけども、多分そういう現象が起きてるんかなって、まあ僕の勝手な予想ですけども、一人でおったらやむかもしれないですね、うん、一人でどうする、曲作って10年売れへんかったら結構きついよねって。10年どころか5年目ぐらいでもうええわってなるんですけど、歌手目指してさ、で一人でデビューしましたって言って下積みがもう10年あってなかなか目が出へんかったら、あよっぽどメンタル強い人じゃないとできないでしょ、うん、だからお笑い芸人ってメンタル強いのよ、うん、あの人たち10何年で売れたりとか、ね、20年やって売れたりとかするでしょ、うん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 、だからアルフィーはお笑い芸人並みのメンタルを持ってんのか、まあ、その3人でそのうまいことこう分散できたのかっていうところなんですけどもね、まあ、でもなんか3人でわちゃわちゃ言いながらやってたら苦労も苦労って思えないなっていうのは想像にすごいつくじゃないですか、すごいたやすく、でやんだ話はあんま聞かないんですよね、うん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 、皆さんそう思いませんなんか、まあね、ふと考えたらそういう話全く出てこえへんなっていう、感じなんですよね。でどっちかというともう楽しい話ばっかり出てくるんですよ結局、なんかそういうエピソードを語るみたいな、まあ、ラジオテレビでやってるんですけど、はいはい、大概はもう笑い話ですよね、でこんなあトラブルもあったけど、うん、なんか面白かったよねみたいな感じの、まあ、いろんなトラブルありましたけどね、なんか滑ってこけたりとか、骨折したりとかもありましたしね、あとなんか、まあ、ライブで野外ライブやとやっぱり結構いろんなトラブルがあったんかな、うん、まあでも野外ライブ、ね、機械を電気を、ね、雨の中使うとかなるとやっぱり絶対なんか起こるんで、あれ基本ねどっか出向いてするライブって、うん、まあトラブルよう起こるでしょう、まあ私らもなんか規模はちっちゃいですけど、なんか急に音飛んだりとかっていうのもあったりしましたし、でもそういうね、なんかこう泣くと待ってにハッハッハッって言えるね、そのメンタル素敵ですよね。だから、ま、全くね、そういうのが外に出てこないんですよ ね、普通だったら最悪やったわーってやるじゃないですか、最悪でこんなに苦労して、ね、こんなに稼げなくてこんな貧乏やったんだって、ね、でも貧乏って、まあ、言ってるんですけど、貧乏をなんかあんまりマイナスに捉えてないよなっていう言い方をするんですよね、うんうんうん、彼らはなんかあの時はあの時なりの楽しさがあった的な言い方をされるんですかね、うん、だから売れなくても楽しかったって言ってますからね、うん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 、売れなかったけどもでもあの頃楽しかったよねみたいな言い方をするんですよ、うんうんうん、いつもね、うんうん、で普通常のアーティストって売れへんから悔しくて涙流しながら死に頑張ったみたいな感じになるんですけど、まあ、なんか黒歴史家のごとくに言いますよね、うん、みんなねもうある日ってなんかこう涙流しながら必死に頑張ったっていうのはあんまないですよ分かんないですよ、頑張ってるのは頑張ってるんでしょうけども、それを必死に努力してるって捉えてないんやろなっていう、
でも努力を努力って捉えない、まあ、そこで終わっちゃうところがありますね。すごいじゃないですか。だって努力すりゃ報われるかって言ったらそうでもないので、うん、そう努力することが目標になってしまうと、うん、もうそこまでになっちゃうんだよね。努力してる俺かっこいいみたいな、うんうんうん、そっちに行っちゃう人もまあまあいてますよね、うんうん、結構ね。でもその方向性が間違ってる場合もありますし、うん、何やったらそのやってる努力だと思ってることが努力じゃなかったりとかね、うん、っていうパターンがあったりとかするんで、それをね、なんか努力を努力とも思わずにこうやっちゃってるっていうところがすごくね、うん、彼らならではと言いますか。だから苦労はしてるんだけど苦労と思ってない、うん、で、うん、頑張ってるんだけど頑張ってるとも思ってない、うん、かな。多分それやと思いますね。一番長く続ける秘訣違います、うん、それで40もうね今年7年なるわけですから、うん、でも人間って頑張れる限度決まってるじゃないですか、うん、そんなもうなんか頑張るぞー言うて45年以上もできないですって、うん、そんな努力はねやっぱり努力と思っちゃいかんですよね。そうですよ。そう、もう努力してるって思ったらもうそこで終わっちゃいますね、うん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 、まあうちらもそんなないもんね。ないですね。そんな涙を流してみたいなのは、まあ、最初の時あったぐらいか、まあ、でもその最初の時ですらも涙を流してっていうのはなかったじゃないですか、うん、言ったら、うんないよね。あんまりそんな頑張りましたっていう。でもいろいろなんか問題直面はしましたけど、うんうんうん、それが、まあ、笑い話ですよね。笑い話ですね。あの、うん、一番の笑い話になったのがあの商業施設でね、あの真夏の炎天下の中で、うん、フラフラなりながらライブしました、うん、死にかけましたっていう話も最悪やったって思うよりかは、いやあれめっちゃおもろかったな。お客ゼロのライブも結構ありましたからね。あれもなんかもう笑い話ですよね。うちらも結構やってるんですよ、お客ゼロっていうのは。まあこの時間帯なんですけど、そう4ステージあって、4ステージのうち1回か2回がお客ゼロの時間があって、ね、その最中で私がはしゃいで歌ってるのを横に見てこの人メンタル強なったなって思ったわっていう。そうそう、しみじみしてて俺ギターいけたダンさんメンタル強なったな、成長したねと思いながらギター弾いてたから俺横で、もうね、その時の私超必死みたいな。それと似たような感じなんでしょうね、多分ね。まあでしょうね。だからまあ私らもねこうやって僕らはあんまりそんななんか真剣に悩み込むようなことがまずね、まあ YouTube もそんなどっと伸びてないけど別にそんな悩むようなことでもないし、うん、ないかな。まあなんか地味に伸びてはいるんでね。伸びなくなったらちょっと嫌ですけど、うん、まあでも今まで交代はしたことないか。そうですね。ああ、交代はしてないですね、うん、ちょっとずつでも前にね、うん、ちょっとでも前には行ってますけどね、まあ、アルフィーもそんな感じなんでしょうね。アルフィー、うん、アルフィーはまあまあ歴史がねもう47年やってますから、もう今となっては本当1000人が3人おる。1000人ってあのひげ、こっちの1000人ですね。これ3人おる感じですよ。坂崎さんが1000人みたいだっていうコメントをいただきましたけども、でも僕も3人ともそうじゃないかなと思いますけどもね、うん、もう百戦錬磨というかいろんな経験をして、うん、まあ、うん、大変なこともあったでしょうけど、大変なこと、大変、その時はまあ大変でしょうけど、そのね、終わってみればそんなものみたいな感じでしょうね、うん、今までのそのトラブルに比べたらみたいな考え方でしょうね。多分そういうなんかあっけらかーんとした楽な考えがいいのかなと思うんですね。そういう考え方って大事ですね。だからこそ、ね、うん、解散することなく休止もすることなく、うん、ないことね、第一線でね。桜井さんは、あのアルフィーが亡くなったらすることがない。桜井さん、高見沢さんはアルフィー亡くなったらすることがない。坂崎さんはまあ趣味多いんでやることあるっちゃあるんですけどみたいな。だからなんでしょうね、あのバランスというかね、なんかこううまいことをこうできてるんですよね。自己主張をまずしないっていう、俺が俺がこれがないんですよね。わががわがが、俺がこうやりたい、俺はこうやるんだっていうのがないっていう。だから収集つかん時もまあもちろんあるでしょうけども、その、まあね、あのくじ引きでボーカルを選んだりとかそうなるんですけどね。どうぞどうぞやってるとね、終われへんから。でも選ばないといけないっていう時が絶対出てくるんで、はいはいはい、くじ引きとかなんかじゃんけんかでやるんですか、なんかそんな話を聞きましたけど、でも本当今までのそのテレビ、まあ結構歴史長いけども、そういうある日をこう涙を流すような苦労したんだっていうね話を聞いたことがないっていうのは、もう本当僕ちょっと最近これ思った話、うん、それはなぜ思ったかというと、テレビってなんかそんなやってたんですよね。
あ、うん、こんなに苦労してみたいな、情熱大陸じゃないですけど、あの別の番組やったか知らんけど、でも結構苦労してるアーティストもまあ多いんで、まあ、苦労しないと、なんでしょうね、苦労しないと売れないっていう考え方もちょっとあんま良くないのかもしれないですけどね。それはね、うん、なんかそういうのあるでしょ、日本人ってそんな好きじゃないですか。苦労は勝ってでも、若い時の苦労は勝ってでもやれみたいな、まあまあまあね、昔からのことわざあるんですけど、いやー、まあまあ別にってね、その苦労を苦労と思っちゃうとダメなのかなと思いますね。まあそうですね、まあなんかこういろんな経験はした方がいいかなと思いますけど、うん、あえてしんどいことをする必要もないとは思うので、うん、あえてね、わざわざ行く必要、わざわざやる必要はないと思う。それって身につかないと思いますけどね、その自然に来たやつを対処するっていうのはありやと思うんですけども、うんうんうん、ということでね、まああんまりね、そのアルフィーに関しては聞いたことがない。もしね、これなんかこういうエピソードあったよとか教えてくれたらいいんですけど、うんうん、まあ、楽曲に関してはそういう曲はいっぱいありますけど、うんうん、そういう演出としては、はい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 、ただその本人たちがそんなもう涙流してくれねーってなるようなことってあんまなかったんだなと、うん、なんかがダメになってもなんか平気そうですもんね。普通に平気そうです、なんとかなるよみたいな、うん、別にいいよみたいな、別に譲るよみたいな感じの感じですもんね。いやまあなんか強いですね。強いっていうか、うん、なんかのらりくらりと平平平平ボンボンのように見えてそうじゃないっていう。でもそれが一番強くないです、うん、なんかもう折れないぞってやるよりかもうスルスルっといく、ね、ないですね。僕はこうなんだ、ここブレない、うん、ブレないようにするんだっていうのもないですよね、うん、ブレまくみたいな、ある日ブレまくってますからね。いや、そこがいいところだと思いますよ、そこが。でも時代、ね、時代によってえぇ、ー、っていう時があるんで、うん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 、歌って踊るビートボーイズみたいなのを急にやりだして、はいはい、あれ有名な話、吉田さんが何をやっ、吉田拓郎さんがこいつら何やってんのだとちょっと頭おかしくなったのかと思ってブレ倒してるっていう。いやでもなんか、でもそのブレがある結果、それが今なんかこう還暦すぎて、ね、集大成がそれできてるのかなって、うん、いろんな経験して、うん、まあ成功もしてるし失敗もしてるっていうのだって数えきれへんって言ってたもん、もう失敗って言ったら桜井さんがもう数えきれないって。でもまあその失敗を恐れない姿勢っていうのがね、やっぱりすごいですよね。気にしてたら前に進まんわなって感じですよね、やっぱり歴史が長いんで、うん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 、そういうことなんかなと思うんですけどもね。まあちょっと僕はふと思ったんでちょっと軽く動画にしてみたんですけどもね、全然そういうもうなんか悔しいとかなんか暗いエピソードがなかったっていう、うん、まあそれが不思議やなっていうのが感じたんでね、ちょっと今回動画にしてみました、はい、はい、ということでこの動画はこれにて終わりたいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃじゃー、ありがとう、毎日見てよ。10月秋の